もうこの先は安全地帯かな。それがいいな。なんかちょっと現実逃避しよる感があるけど。これちょっと上から狙った方がいいかな。ね、下におるけんちょっとなんか危険な感じが。こういうとこにおったらちょっと安全なんじゃない？要塞的な。あ、気づかれた。気づかれたよ。こっちに走ってこいよ。めっちゃ狙われよる感あるね。ちょ待って、間違えた。めっちゃ狙われよる感あるね。うん。あ、これ木の矢かよ、ただの。雷の矢はこっち取れんのかな。あ、それかあれ、こっちにさ撃たれた途端にもうただの木の矢になるとか。なんか下ね、めっちゃカエルおらん、あれ。ね、めっちゃカエルおるよね。逆にこれ上からの方が狙いにくいんかな、かもしれんね。逆にこっちの方走ってきてくれんかな。あ、来よる来よる。間違えた。違うって。ん、なんかあの上のやつおらんくなった。あ、頭部に矢をヒットしたの。ダメージ倍増のクリティカルヒット。一発でやっつけれるっていうわけではないんやね。持ち場に戻れよ、持ち場に。それかこっちまで走ってこいよ。近距離やったらこっちに部があると思うんやけど。どう、頭部に当たらんかな。全然当たらんや。あれ、消えた。消えたんですけど。この辺めっちゃ矢落ちとるね。なんか食べよる、あいつ。なんか食べよるわ。イエーイ。見えてないだろ。あの辺ゾーラの里の入り口とかじゃないに違うんかな。またなんか食べ出したっぽい。虹とか出とんのに全然雨降りよるし。お尻。お尻をぐさった。あ、てか待って、帯電効果のやつもう切れてる、切れてる。帯電、帯電。エレキ串焼きキノコ。よし。これでエレキガード5分間 OK。もうほら諦めろ。諦めて自分たちの生活に戻れ。よし、これで。やった、一匹やっつけたんじゃね、あれ。おお、やった、やっつけたね。イエーイ。弓持っとるやつやっつけたら強いよね。めっちゃ探しよる。めっちゃ探しよる、あいつ。お、来るかもしや。このすぐしゃがむのやめてほしいんやけど。あいつ弓持っとんかな。あと一発ぐらいでやっつけれそう。アホなんだな、あいつは。うっしゃい。撃たせてたまるか。撃たせてたまるか。木の矢しか持ってないじゃん。自分たちの、自分たちで電気を発してやってたってこと？なるほどね。ああ、やっとここが抜けられる。さあ、どこよ。さあ、どこよ。なんかもう私すげえ疲れ果てたんですけど。まあ、道沿いに行けばこっちってことかな。まだこの先おるんかな。もう魔物多い場所抜けた？抜けたって言って。ちょ、待ってね。こっちの、
気配を察知しやがった。お、あれはびっくりした。一瞬なんか雷っぽいものが見えた気がした。木の矢か。ラルート大橋、なんかいっぱい橋渡っていくんよね。大丈夫かな、たどり着けるかな。生きよる先あっとる多分あっちの方に行くんやろうね。でも半分は行ったんやろ。ふう、なんかね、さっきのさ、リザルフォスの集落かなんか、あっこでさ、すげえ私の神経がすり減ったんよね。あ、またおった。おい、リンク。下だ、こっちだ。めっちゃ下じゃないそれ。遠すぎだよ。もうちっちゃくしか見えないよ。かなり遠いな。でも必ずこの橋を通ると思って待っていた。もうすぐでゾーラの里に着く。俺も先に行って待っているからな。里で会おう。と、リンク、背後から魔物が迫っているぞ。気をつけるんだ。こいつ。もうなんかさ、うお、びっくりした。身軽だね。もうなんか、ムービーでやっつけてくれるんかと思ったら、そういうわけじゃないのね。やめて、やめて。あー、あの巨大な武器欲しかったのに。くっそ、消えた。もうああいうのムービーでやっつけてくれたんでいいよ全然私が直接動かさなくってもさ。道はこっちで合ってる？あ、こっちっぽいね。頑張って進んでいくわ。次に会うのはもう里なんやね。ハイラルだけ。お、回復系アイテムいっぱい。もうこの先は安全地帯かな。それがいいな。なんかちょっと現実逃避しよる感があるけど。お、マックスラディッシュじゃね。イエーイ。あ、鹿がおる、鹿が。あの辺のちょっと。弓矢でも一発か、やばいね。そして速攻肉になる。へーい。これが罠やってさ、リザルフォスが現れたりとかしたら怖いよね。道沿いって寄ってけん、こっちか。なんかすげえ光寄る。なんか超光寄るね。あ、これ街灯の光か。びっくりした。あの敵ってさ、どういう攻撃してくるんかよくわからんけん怖いよね。でもとりあえずなんか電気系なんやろうなっていうのはわかるけど。全然当たらんねえけど、こっち向かってきたりするんかな。怖くない？なんか。あ、絶対なんか追いかけてきよる系やん、これ。なんか知らんけど、あの敵とは関わり合いたくない。なんとなく。なんかさ、前は、結構前の時に、炎を持ったあいつが動き回りよったけど、いろんなタイプがおるんやね、あれも。今度はなんか、何あれ。あ、もしかしてゾーラの里ついた？違うか。わからん。どうなんやろ。あ、でも、ほら、目的地の方向に合ってきとるよ。これ多分ゾーラの里やろ。暗くてよく見えんけど。暗くてよく見えんけど、ちょっと早く朝になってくれんかな。崖から足を踏み外しそうだわ。エレキガードまだこっからも使った方がいいんかな。あー、なんか寝よる。ちょ、エレキガード使おうか。とりあえず、これね、エレキ、串焼きキノコ。あれ何？モリブリン？これ何？何がネオンかもよくわからん。モリブリンかな。あ、だね。ですね。はい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 。ふう、やっつけた。これ新しい武器。モリブリン槍。弱。モリブリンが使う木製の槍。相当は森の木を荒っぽく削って尖らせただけなので、突き刺す力も耐久性も高くはない。ほう、なるほど。モリブリンにもなんかいろんな色があるんかな。あ、カエルが。あ、取れた。取れたわ。青いモリブリンと、黒も多分おったよね。と、赤かな。守らんな。ふぅ、ギリギリんとこ、うわ、なんかいっぱいおるやん、まだ。え、まだ遠いの？まだなんか多少かかりそうな感じするね。やっつけとこっか。
はあ、武器は取らせんぞ武器は。イエーイ、一方的一方的。なんかすげえめった打ちにした感が。この辺から何も出てこん。めっちゃカエル浮かんどるめっちゃカエル浮かんどる。この辺もなんかありそうやけど。あ、着いたか。え、まだ。いや、多分ここなんやと思うんやけど。入り口はまだなんかな。あ、でもなんかもうちょっとあるね。あの、目印のところまでは。若干距離ある。あ、これ抜けたらってことかな。試練の祠を感知しました。どこやろ。でも多分里まで来たけん、この近くにまた試練の祠があって、そこにワープできるようになるんやろうけど。ないよ、試練の祠。あれか？なんか赤い明かりがあるね。あれ試練の祠かな。まあ、とりあえず着いたら、そこでワープ地点を設定したいよね。じゃないとさ、いつまたどこに戻されるかわからんし、怖いやん。いや、全然祠っぽくない。ゾーラの里。ゾーラの里着いたよ。着いたんだけど、祠。あれ祠かな、やっぱり。あ、屋根、祠屋根。あんなど真ん中にあるんや。あ、なんか神々しいね。これで晴れてくれれば多分もっと綺麗なんやろうな。それが神獣のせいで雨だら、雨ばっかってこと？なんか足短いね、ゾーラって。待っていたぞ、リンク。ようこそ、我がゾーラの里へ。さあ、キングに紹介しよう。こちらに来てくれ。あ、すげえ、何あれ、顔？恋みたい。いや、とりあえず、ゾーラの里にたどり着いて、ん？あれ？え？リンク様？ハイリアの英傑リンク様ぞら。あなたは知ってるのね。僕ぞらよ。リトバンぞらよ。知らねえ。子供の頃泳ぎを教えてもらった。覚えてないぞら？覚えてないよ。まあ、あれから100年経ちますからね。僕だってもう130歳を超えましたし。しかし、ハイリア人も意外と長生きぞらね。父上、勤務中ですよ。おう、すまんざら。おう、息子までできとるやん。ガキ大将だったスババや助血のジョアだ。すっかり年を取りましたが、父のモルデンもみんな元気でやってるぞら。あ、でもリンク様はじい様方とは話さない方が良さそうな気が。おっと、引き止めちゃったぞらね。まずは大沼に御用がありそうだから、後でゆっくり話すぞら。なるほど、なんかリンクの当時を知っている方が。とりあえずこっちにも話しかけとくか。何やら父上と盛り上がってたようだが、まあいい。ハイリア人か。お初にお目にかかる。私の名はドゥンマだ。女の人？あ、女なんや。ごめんね。男の子かと思った。悪いか。何歳？初対面の女性にそれを聞くか？100歳未満とだけ答えておこう。その証拠に語尾にゾーラをつけてないだろ？とにかく今、ゾーラの里はハイリア人の戦士を探している。詳しい事情はキングことドレファー王が話してくれるだろう。ゾラってつくのは100歳以上なんか。なるほどね。年寄りの証ってことかな。なんとかじゃよとか言うのと同じっていう感じ。こんにちは。ゾーラの宿、魚の部屋へようこ。あ、リンリン？何その呼び方かわいい。あなたリンリンよね。リンリン、うん、間違いない。リンリンだ。うわ、久しぶり。ミファー様と一緒に厄災ガノンに倒されたんじゃないの？じゃなかったら今までどこ行ってたの？何してたの？ねえねえ。あ、ごめんなさい。大人なのにはしゃいじゃって。あれから100年。お互いいろいろあったと思うし。よかったらまた話して。ね。ゾーラの里は知り合いだらけということかな、なんか。まあいいことなんだろうけど。あ、なんかこの辺。根津山の祠。とりあえずちょっと周りの、ハスの葉を。何これ？あ、頑張りガニか。何かと思った一瞬。あ、武器もあるよ。ゾーラの体験。特殊な金属を用いてゾーラ族が作った体験。ゾーラは槍を好むためあまり使う者がいないが、美しい闘士の衣装かな？で、ハイリア人には人気が高い。これはちょっと、持っておきたいよね。モリブリン槍とかいらないから、違う。モリブリン槍とかいらないから、ゾーラの体験をちょっと、いただいていこう。こういうなんかさ、武器屋とかで調達せんでもさ、簡単に武器が手に入るっていうのはすげえいいよね。まあ、その分簡単に壊れるんやろうけど。よし、とりあえずこれで、ルーラができる。ルーラじゃないわ。
ルーラじゃないわ。これでワープができる。自然にルーラっていうな。ドラクエすげえ。何根津ヨマやったっけ。頑張ってこう。お、なんかすげえ広くない？めっちゃなんか流れおるし。祠を訪れし者よ。我は根津前、根津ヨマ。女神ハイリアンナに置き試練を与えよう。押し出す力、根津ヨマの祠。押し出す力。ほら、なんかめっちゃ玉流れんやけど。押し出す力って何？あ、あそこになんか、多分玉を持っていかんといかんのよね。押し出す力？あ、で、あそこがゴールってこと？押し出す、あの線は何？なんか関係あるってことかな？ねえ、なんか、ビームみたいなんでよるよね、あっこ。でもって、あっこはなんか上がれそうな感じがする。あ、あれ宝箱じゃない？ということはだ。ここは、行けるってことよね。どうやってここにはめるんやろ。押し出す力。これって上がれるん？え、上がれないの？え、上がれないの？これは、あ、別に流されるとかいうわけではない。リンクは別に流されんのやね。ということは、これここで止まっとるけど。どういう風に何をしていくんやろうな。自分で弾を転がしていくとかそういう、違うか。え、わからねえ。あ、怖っ。何のマークが書いとん、これ。ああ。待って待って待って。これはダメージを受けるのね、私は。ほうほう、うわ。やべえ、超転がってくるやん。ここ上がれる？上がれない。なんだ？全体的に、全体的に上がれないんだな。ああ、怖っ。ここにも落ちてくるかな。あ、この上に上がれそうな感じが、あ、ここから上がれるんかな。あれ？あ、ここに、ね、ここになんか弾あるよ。え、この弾は別に何も関係ないのか。ここにあって、向こうにもう置けってこと？あれ？てか、向こうから見えとった宝箱。ちょっと待って。ここ、ここ、あー！あー！これは？ちょ、待って待って、あー、そこに。これは一体どこへ向かうの？あー。なんてこと。足場なんかどこにもなかったわ。あ、ここに戻されるんやね。うわ、超ギリギリんとこじゃない？何そんなギリギリんとこ倒れとん、怖っ。これ普通に、あ、いけるよね。よかったよかった。あれ？弾落ちてこんくなったことない？え？どういうこと？ねえ、弾が、ねえ、弾落ちてこんくなったよ。え、何？数に限りがあるの？どういうことよ。じゃあ、とりあえずそこの宝箱。なんかこの宝箱今までとの違うくない？あ、なんか、ねえ、なんか線出たよ。ゾーラの槍。これ以上ポーチには入らない。閉じたけど別にいいのか。あれ？ここの線ってさっきからあったことない？あったよね、別に。ゾーラの槍か。ということは、リザルスピアが別にいらんかな。うん。リザルスピアを。はぁ。しかも壊れたし。あ、向こうが、こっち側か、開いとんの。はい、ゾーラの槍ゲットー。んで、なんかさ、あの辺とか矢で撃ったら、何かしらなったりとかせんの。この辺。あ、なんもならんかった。何一つならんかった。で、押し出す力ってなんなん？何で押し出すん？とりあえず、あっちに弾を入れんといかん。あれ？あっち側にもなんかある、あれ。あ、違う、あ、ここ来たところか。あっち来たところやった。よいしょ。
もうこの玉しか残ってない。ねえ、もうこの玉しか残ってないよ。これをさ、自力で押していくとか。え、あ、さっきの、え、なに、いつの間にこんなにハート減ったの。さっき落ちた時か、落ちた時にだいぶ減ったのか。やべえ。ホットミルク、蜂蜜果実、焼きバスでいいや。焼き獣肉も送っとく。んで、え、でもあの線今なくない？ないよね。よいしょー。あー、待って、あ、落ちるってそっち行ったら、あー。落ちたんですけど。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。